明日のお昼の校内放送にゲストとして出てくださいませんか。久世くん、おかゆ持ってきたわよ。ユキさんに頼まれてるのよ。あなたを看病してあげてほしいって。ち、アリサさんは随分と余裕なのですね。本気で私に勝つつもりなのでしょうか。次回第11話、予期せぬ前哨戦。たこえりつをどうしよう未来へ。